なんかさ、こうツアーもさ、こうやっぱそこそこ、まあね、いろんなとこ行くわけじゃないですか。楽しみってじゃあ地方どうしてんの？打ち上げもさ、まあそんなしない、飯もそんな食に興味がないってなったらさ、どうしてんの？みんな何してるんですか？僕はスタッフと行きますから。ああ、行くよね。ああ、分かる。まあ大体コード読めるよ。大体読める。どうなんですかね、もう終わるっていうか、もう最後アンコールか最後の曲ぐらいの手前ぐらいから、あれでしょ、あのローディーのやつとかに でしょ でしょ、ゆうせいさん、もうそれだよな、ありますなってる、見えるもん、絵が見えるもん、受けてて、もうローディーだけ袖でこうやって笑って、堀内やってるっすみたいな。いや、でもこれマジで当たってるね。あれは絶対こうなってるよ。これマジで当たってました。なんて絵が見えるもん。なんでうちのローディーのことは知ってるの。すごいな。俺この感じとかも今もうまんま今ね。すげえ見えるわ。すごい。じゃあこれはこう見えるよ。サザンの席ね、小出です。この3人ですよ。どうしてんの？私はだから特に女の、ご飯食べるのだけ行って、なるほで、ど。みんなこれからお酒飲むよっていうところでばら私けるの。は帰ります。私そのパターンです。じゃあ終わったら、じゃあもうご飯だけ食べてホテル戻って、ゆっくり女子の時間を過ごす。本読んだり。そうですね。そんな感じ。私はそのレディースコミックみたいな、本当にあった、なんだっけ、あれ、怖いなとかあったら、怖いなんとかとか、嫁姑問題みたいな。こんな分厚いの、そうそうコンビニとかに置いてある、そう、自転みたいなやつ。そう、普段は買わないんですけど、ツアー中だけあれを買ってホテルで読むのすごい。あれは、じゃあ男で言うと、そのペイチャンネルとか地方で見るような。そう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 、その楽しみがある。そう、そういう楽しみがあります。じゃあこう見えました、2人を。でも湯浅は多分その酒を飲むことをやめられたから、もう打ち上げに行かないようにしてるのも最初あったんじゃないですか。最初はもう酒がある場所に行かないみたいな。やることないじゃん、もうないですね。どうしてんの？ホテルの部屋で、インターネットですかね。インターネット。ギター弾いちゃうタイプ？もうだから、ギターもやっぱだ。このタイプの人、ホテルにギター持って入るタイプの人。そう、持って入ってますだよね。へえ。うわー、わかるわ。うちのギターの柴崎さん、そう、全くもうすごい匂いがする、同じ匂い。でもギタリストの人確かに多いかもしれないですね。ひどい時、もう本当にそれだけはちょっとと思った時は、新幹線で弾いてたから。それはすごいですね。楽屋じゃないよ、新幹線だ。それはすごい。200キロ以上のスピードで。にゃんみたいな。考えてごらんよ。絵はね、絵はそうだね。絵は、スケ、俺ずっと思った、スケスケになった新幹線が、ね、静岡あたりが通ってるところを見てごらん。ずっと、あららららあらららら、あらららら、あらららずっと、それめっちゃ面白い。ずっと運指の練習してる。ずっと。見たことない。見たことない運指の練習してる。もう隣に座るやつが、同じギターのやつなんですけど、そのやつが、もうさ、もう色でなりそうだ。せめて、ずっと一曲弾いてくれればさ、曲だなと思えるけどさ、ダラダッダッ、ダラララダッ、ダラララ、ダラララ、ダラララララ、ダラララララ、ずっとそればっかり練習するから、もうやめてほしい。練習を横でずっと聞いてなきゃいけない。そうそうそう。はい、続いての質問がこちらです。